はい、どうもピオキンです。今日もですね、トロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコースベストオブ2021カッコトロールということで、このトロールコースの制作者さん、プロフドリさんって言うんですけど、この方はトロールコースを作る人でめちゃくちゃ有名な方なんですよ。そんな方がベストを出していたらやらないわけにはいかないでしょう。ということで早速やっていきましょう。クリア率は 1.37%。 ベストだからね、めちゃくちゃ面白いギミックが詰め込まれてるんじゃないかな。盛り上げていきましょう。ベスト、はいはい、ベスト、はいはい、ベスト。水を差すな。まったく、花にはこっちが水を差す方なんだよ。全然うまくね。じゃあここは右に出し、やべ、ちょろ目が出てる。そんなやられ方する。じゃあここは右に行き過ぎたら、あのチョロプーが出てくるから、この場所に追っておいて、弾が出てきた瞬間右に行こうか。次の弾で行くね。このタイミングでドン。危機一髪だね。あの弾が出た後に右にダッシュ。あんまり急ぎすぎんでもよかったっていうことだね。さあ進んでいきますか。あれ、このコース見たことあるよ。もしかしてこの方のベストトロールって、今までに出したトロールコースと詰め合わせみたいな感じかな。っていうことは記憶力が試されるっていう感じだね。じゃあここは夜ステージだったからさ、叩いて左に逃げる。そしたら、はっ、待って、花。よし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 、危ねえ。じゃあ氷を溶かしていきますか。で、ここの通りも溶かして、今通りって、溶かしすぎた。いや大丈夫、みんな心配しないで、僕記憶力いい方だから。これはちょっとしたアクシデント。で、ここで下にしゃがんでドアに入っていくと、さあ次は、あ、ここも見たことあるけど、どうするんだったっけ。叩いてみます。そんな動きあったな。じゃあここの葉っぱは叩いた瞬間すぐ上に行く。これがあって、あだそれじゃあここは葉っぱを取って、右側のブロックだけでもらってでっていう感じでしょ。壊したけど大丈夫ですか、穴を。なあ、そこのタヌキ、壊したけど大丈夫なんですか。ブロックも壊せるんなら氷も壊せるでしょ、タヌキ。いや、重大なことに気づいたんだよね。もしかしたらさ、前回この方のコースをした時よりもさらに引っかかってるんじゃねえかなって思うんですけど、どうなんでしょうか。じゃあここはブロックと一緒にフラワーを壊さないようにして右に進むっていう感じだね。そんで氷を溶かしてとかに入ると、さあ進んでいきますか。次はどんなんなんだろう。うわ、こんなん忘れてるでしょ。右上フラワー取ったらダメって書いてるもんね。だってここ進めないっていう感じでしょ。こんなん覚えてるわけないやんか。昔っから僕の動画を見てくれてる方はさ、あ、こんな感じの罠はあったなっていう雰囲気は覚えてると思うんですよ。でも罠自体は覚えてなくない？そうよ、僕もそんな感じ。何も偉そうなこと言えないんですけど、じゃあここで一旦ファイヤーでさ溶かして、左のブラパの当たれっていう感じなんじゃないかな。そしてあの土管に戻る。多分それ次に進めるんだよ。ここで一旦ツラネに当たってチビになれるでしょ。そこで右にダッシュしていく。多分それで合ってる。ナイス、これで進めるんだね。さあこのキノコトッピン、もう忘れたんだって。このブロック叩いてみるよ、どうなるんでしょうか。何もなんないね。っていうことはキノコが絶対いると思う。これで合ってる。はあ。なんでこう記憶力が悪いんだ。そもそもね、覚えてるわけがないんだよ。今までどんだけトロールコースやってきたと思ってんの。じゃあここでブロックを壊して、うわ、どうなんだっけ、マジでわかんねえんだけど。いや、熱々、踏まなくてよかったってことだよね。踏んだら下にツタがいったもんね。いや、これで合ってたよ。さあ行きますか。ここで中間ポイントだね。そしてピンコインが今あることに気づきました。ここはピンコインコースなのかな、どうなんだろう。たそんな感じの雰囲気はしないよね。じゃあここは右にダッシュしていくね。常に右にダッシュ、それで合ってる。右にダッシュ、右にダッシュ、上、合ってたんじゃないこれ。バレ持ってこいってか。バレがなくてもいけるんじゃないのかな。スーパージャンプ届かねえ。いや全然いい、中間ポイント取ってるからね。中間取ったらだいぶ気持ちは楽になるもんね。もうこのゲーム中間取ったら勝ちだよ。何を言ってるんでしょうか。じゃあここでオンオフをして、右を失敗から左を失敗してみます。それで合ってる。なんもなんねえか。あれ、なんかもう一回バネが出てきたけど、このバネを持っていくことが正解みたいなのかな。上はいけない、右、
合ってんのこっちで、合ってる、あ、合ってるっぽい。バネ持ってこいって書いてるもんね。バネがないときっとこのシーソーから、これ下に降りなかったんだろうね。このバネ下に落とします。そして上にジャンプ。なんで違うの。これは悔しい。ここなんでバネを落としたかって言ったらさ、この左下枠があるじゃん、落とせっていうマーク、これがあるから落としちゃったんだよね。僕のせいじゃない、すべてあの枠のせい。ここ枠は信じます。どこ行ってんのね。おい、どこに行ったバネ。救出しないと。まず僕を救出してバネ。もうこの枠何も信用しない方がいいね。ここでどうすればいいんだろう。落とせってことかな。落として上にジャンプ。冷た。分かった、これタイミングが重要だね。一旦ここに置いておいて、次につららが壊れた瞬間にバネで上に上がる、これが正解。ナイス。でつららができて土管に入れるっていう感じだね。さあ進んでいきますか。ここは早く行く。ナイスナイス。このまま右にダッシュ、常に右ダッシュ。ビヨーン。めちゃくちゃいったけど、あ、大丈夫、ここも右ダッシュでいいですか。終わったじゃねえか。どうすればいいんだよ。ここはどういう落闘技場ですか。何か文字を書いてるな、きっと。ドロン。魚かよ。いや、さっきここめちゃくちゃ走ってったけど、落ち着いていこっか。ちゃんと落ち着いていこう。落ち着きすぎた。てて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 。いや、こっから僕は行くよ、空中バネちゃん。じゃあここは落ち着いて、落ち着きすぎよ、リコ。あんまり落ち着いてると3歩落としてるからね。よっしゃ、あんね。多分ここまでは合ってると思うんだよね。問題はこっからなんだよな。上に行ってドアに入らされたよね、さっき。このドアに入らないようにしたらいいって感じじゃないかな。そして上のドアに入る。来ました。ただこの四角怪しい。みんな叩けって思ってるでしょ。そんな非道なこと思ってるでしょ。叩いてみます。来ました。今日は枠に勝ちました。さあここは絶対隠しブロック出てくるよ。ほらね、この隠しブロックは分かってた。そして右にパウが一つあるな。このパウを叩いて取る。でブラパを倒すと思うんだよね。なんでブロック叩いた瞬間すぐ左来たんじゃない、これ。そしてブラパを倒せるって感じでしょ。熱い熱い。はダブル肌。じゃあこのパウを持ってさ、右下のこの枠の場所で倒してすぐ上に行く。これで合ってたね。うわ、どうしよう。これは右で走っていく。そしてなるほどね。まあまあこれで中間ポイント2を取ることは確定したね。このリフトに乗って何もしない。そして上にジャンプ、上にジャンプ。ナイス。さあ中間ポイント2取れました。ここのハテナは叩いてどうすればいいんだろう。鼻がやられるんでしょう。そして左、よし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 。うわ、ここはタイミングよく左に進めっていう感じだね。一旦次下に降りよっか。そして下に降りて左に行ってみよっか。そしてあ、右って書いてるよ。なんか右って書いてたよね。右を出発してみよっか。ダメやん、嘘つきやん。じゃあここはちょっと左に行って、シーソーが動いた瞬間右を出発、それで回避できるっていう感じか。なるほどね。これは100年して100人が引っかかると思います。じゃあここは上に行っていいのかな。右か上か気になるな。上しかないもんね。上行っています。あのキャッチブロック邪魔くせ。これはどうやってやられるんだろう。あれ、右って書いてるね。なるほど、土管があるのか。こっちが正解。いや絶対違うよね、この音楽は。これ死に耐久でしょ、きっと。なるほど、このボム兵を連打しまくって王を変えれっていう感じですかね。くっそ。最近懸賞得て病院に行ったばっかりなんですよ。そんなことさせます、デーハだ。次はこの隠しブロックに引っかかないようにしよう。そんで上のオンオフを変えて右に進めるっていうわけね。これは左絶対違うよね。右しか行きまん。なんかおる。あぶねえ。見た、今のチョロプーがわし、うまいと思います。さあここはハテナブロックを叩くしかないんで、叩いてどうなる。はっはっ、右左、よし、あぶね。今回は2分の1合ってたね。そして青鬼が迫ってきてるのもちょっと見えました。でこのパウブロック持てるのかな。パウ。いや、ここまでナイスかわしじゃなかった。最後のカキモンにさえ当たらなければきっと大丈夫だよ。なんでここで左押しっぱでしょ。そしてこのカキモンをどうやって倒すかなんだよな。
ギリ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 まで行ってみる。どうなる。なるほど、ここで隠しブロックが出てくるっていうわけで、ね、さあラスト鍵ドアに入っていきますか。どうなるんだろう。これはなんて書いてるんだろう。バンバンって書いてるよね。なるほど、3に変わったのね。ていうか、これどの辺で避けれるんだろう。一旦右まで行って左に避けるね。あいつ早え。次こそあの太陽を攻略してみせたいと思います。ピオキングに変わってお仕置きよ。ピオキングつえーやべえ、この太陽マジで強いんだけど。次こそ逃げるよ。これそして下、ナイス。これでどっかに入れるでしょ。もうゴールが近いと思います。どうなる。右で走ってっていいのか。本当に右のとか入らないようにすよ。何もしない。いや入っていかないけんね。下に行けんもんね。こっちしかないんだよね道は。おっつ、これはもうゴールでしょ。はっ、なんで母が邪魔してる。どうすればいいんだろう。一旦右に行けっていう感じだろうね。この土管に入ったらなるほど下に行けるっていうわけで、っていうことはこれもうゴールまでの道一直線だと思うんですよ。 JK リアルエンドっていうことはここはもう終わりの。やったやっぱそうだよね。ここで終わりだよね。危ない、あいつ危ない。はっ、なんでえ、嘘でしょ。こっからどうなるの。いやまだ B が発動してるね。ちょっとルートも変わってるしね。よしよしよし、このままドアに入って頼むって。もうゴールあっていいって。ヒントはいらないって。もう頼む、ゴールしかいらないんだって。このまま右に行ったらどうなるの。こいつが、こいつがゴールなのか。頼む、じらすな。こい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 、くっそ、いや、じらすな。どうなるんだろう。え、まだあんの。チビにならないよ。なるほど、ここでチビになれるっていう感じで。そしてこのまま右行こう。これはさっき通った道まで連れてってるよね。そんでここさっき地位耐久の場所だったじゃん、この部屋って。ここなんか変わってんの。え、さっきと一緒だよこれ絶対。トールって書くんじゃないの。ちょっと見てみよっか。やっぱ坂だ。いやでもこれでやられてゴールできるっていう感じじゃないの。頼む、なんでよ。いや僕覚えてるよ、この JK リアルエンドの後にゴールがあるんだよね。でこのドッスーも避けて左からゴールする、それが正解でしょ。中間ポイントを取ったら大きくなるもんね。ナイス、ゴールできるでしょ。やったどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。よく考えてやってみたら簡単だから、というこのコース、コース名に騙されてはいけません。クリア率を見てください。 2.15% となかなか低いんですよ。しかも説明文見て、クリアチェッククソだるかったって書いてるでしょ。もう本人言ってるもん、簡単じゃないって言ってるもん。嘘つきングだねこの人。すいません、ちょっと熱くなってしまいました。早速やっていきましょう。クリア率 2.15% の、よくやってみたら簡単だから、ちょっと違うね。でね、サムネの時点で分かってるんだけど、 P スイッチを踏んだら砲台が降ってくると思うんですよ。この並んだ砲台たちをどうにかしてかわせってことでしょ。 P スイッチを踏んで左に逃げてみようか。左は安全地帯みたいな、そんなシステム。ギャーじゃあこれさ、隠しブロック以外ないと思うよ。隠しブロックを出して砲台を回避する、絶対そういうことだと思うんだよね。なんで隠しブロック探してってみるね。来ました、この隠しブロックを出した後にピースイッチを踏む。そしたらどうなるの。クリボーが降ってきて、このクリボーを踏んで上に行けってことかな。なるほど、タイミングよく壁ジャンしてピースイッチブロックの上に行けってことね。え、今日の一発割りはもしかして簡単なんじゃないのかな。別にクリボーを踏まなくったって P ブロックが出てくるタイミングで砲台を壁ジャンプすればいいっていうことでしょ。そしたら上に行けるんだよね、このタイミング。はだちょっと待ってくれよ、他にも隠しブロック設置してんの。確かこの辺でデカブラパ出てきたよね。左側はない感じか。っていうことはブラッパの上に乗ってるクリボーを踏んだらゴールできるみたいな。あっつい、やったどうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、
そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。